長崎市の長崎港に湯田記者がいます。湯田さん、市内の様子を伝えてください。はい、こちら長崎港の客船ターミナルです。頑丈な建物の高いところから中継しています。私の後ろに見えますのが海なんですけれども、まだ雨や風はそれほど強くありません。 そして、ですねこちら、見えるでしょうか船が止まっているんですけれどもこちらは五島列島に向かう定期船なのですがすべての便がこの日曜日は昼頃から欠航しそして日が明けた月曜日も全便の欠航が決まっていますまた JR と路線バスも始発から運休また長崎は中心部を路面電車が走っているんですけれどもこちらも運休する見込みだということです。 海に面するこの町で警戒されるのは強風や土砂崩れに加えこの海からの高潮ですそのためホテルには多くの人が避難していますある,ホテルあるホテルに家族と避難した80代の女性はこの辺りにずっと住んでいるが高潮が怖くて避難したこうして事前に避難したのは初めてだと話していました女性は月曜日も町が落ち着かないと思うのでもう一泊する予定だということです 市民の足である交通機関の運休に加え町では大型施設の商業施設など臨時休業を示す張り紙も目立ちます病院も外来を休診するところもあるということで長崎は台風が過ぎたこの月曜日もいつもと違った一日になりそうです